Radio AINet. Internet Radio Anissa of your Bay Reclamation Problem.有明海漁民市民ネットワークがお届けしているラジオ AI ネット、本日は2015年4月26日第5回目の放送となります。 AI ネットの A は有明海、 I は諫早湾の頭文字です。この番組では有明海で問題となっている諫早湾干拓に関するニュースや話題をお届けしていきます。各出演者をスカイプや電話でつないでのトークとなりますので、回線の状態によってはお聞き苦しい場合があるかもしれません。もし音声等で不具合がありましたら、ニコニコのコメントやツイッターでお知らせいただけると助かります。ツイッターのハッシュタグはシャープラジオ AI ネット RADIOAINET となります。また、内容に関してご質問やご意見などがありましたら、ぜひコメントやツイッターでお寄せください。それでは本日の出演者を紹介します。この番組では有明海漁民市民ネットワーク、通称漁民ネットの東京事務局で活動している何人かのメンバーがレギュラーで出演します。今日は、レギュラーメンバー4人が全員出演いたします。まず司会を担当します、私は矢島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして吉川貴子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それから陣内孝幸さんです。よろしくお願いします。どうも、はい、そしてもう一人、菅波保さんです。よろしくお願いします。はい、菅波です。よろしくお願いします。今日の放送は、ラムサールネットワーク日本という湿地保護の団体が毎年春に行っている湿地のグリーンウェーブに、参加登録したスペシャル番組として、時間を1時間に延長しまして、ゲストも3人の方をお迎えして、お送りします。ではゲストのご紹介に移ります。まずは、佐賀県多良町大浦で海苔養殖を営んでいます、大賀滝弘さんです。大賀さん、よろしくお願いいたします。はい、大賀さんは電話でのご参加となります。それから有明海の環境や生物の研究をされている熊本県立大学環境共生学部教授の堤弘明さんです。堤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。はい、そしてもう一人は、よみがえれ有明訴訟弁護団の事務局長で、この湿地のグリーンウェーブを主催しているラムサールネットワーク日本の共同代表でもあります、堀良一弁護士です。堀さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。はい、それでは、まずこの番組ではいつも冒頭にニュースコーナーということで、諫早湾干拓に関連した、ニュースを、お届けして、その後に本編という形で進行させていただきます。まず4月のニュースとして、4月14日で諫早湾が締め切られてから丸18年経ったというニュースです。このニュースもなかなか新聞に載ることが少なくなってしまったんですけども、長崎新聞の記事の冒頭ではこのように書かれています。国営諫早湾干拓で潮受け堤防が締め切られて14日で丸18年を迎えた。潮受け堤防排水門の開門調査をめぐる法廷闘争は今も続き、出口は見えない。開門派と開門反対派からは、国の主体的な判断や解決に向けた積極的な動きを求める声が一層強まっているというような記事なんですけれども、私たちはこの4月14日を干潟を守る日というふうにネーミングして、1998年から、キャンペーンを行ってきました。諫早湾干拓の工事中止やその全国の干潟の保全を訴えるような、活動を、干潟を守る日という名前で全国で、行ってきたわけなんですけれども、今回の、このラムサールネットワーク日本の湿地のグリーンウェーブというのも、この干潟を守る日の、流れを組むキャンペーンです。
で実は、陣内さんはラムサールネットワーク日本の、中でこの七のグリーンウェーブの担当者をやっています。ですので陣内さんからこの七のグリーンウェーブについて簡単に紹介してもらいます。よろしくお願いいたします。はい、この七のグリーンウェーブっていうのは2011年から始まって今年で5年目になるんですけれども、全国の各地でいろんなイベントが行われているんですけれども、そういうイベントを一つのキャンペーンとして登録して、でそれで全国にいろんなつないでいこうという湿地 のネットワークのキャンペーンなんです。でもともと環境省でグリーンウェーブっていうのをやっているんですけども、それにまたくっつけて5月22日の国際生物多様性の日というのを、中心にして干潟を守る日である4月14日から6月ぐらいまでの間のイベントを全国にいろいろ発信して紡いでいきたいということで始めています。はい、はい、ありがとうございます。大賀さんが今落ちてしまいましたかね。大賀さん聞こえますか。じゃあちょっと電話で呼び出してみましょう。とりあえずそのラムサールネットワーク日本のホームページを見ていただくとのでぜひそれを見て全国のイベントに参加していただければと思います。小川さん聞こえますか。電話はつながってるようなんですけれども、はい、じゃあちょっとこのまま次の話題へ行きたいと思います。はいはい、次のニュースは、間接強制の制裁金に関するニュースで、国がこの制裁金に対して所得税を課税して、原告の漁業者を苦しめているという、ニュースなんですけれども、毎日新聞の記事ではこんなふうに冒頭書かれています。国営諫早湾干拓事業の開門調査を実施するまで国が佐賀長崎両県の開門賛成派の漁業者側に支払っている制裁金について国税局が漁業者個人の所得として所得税の納付を求めていることが分かった。制裁金は開門をめぐる訴訟で敗訴した場合返納を求められる可能性もあり、漁業者側弁護団が全額を預かっている。課税に応じているが漁業者側は所得には当たらないと反発しているということなんですけれども、有明訴訟にとの、弁護団原告団にとって本当に腹立たしく頭の痛い問題かと思いますけれども、弁護団の事務局長の堀さんとしてはこの問題どのように考えていらっしゃいますでしょうか。はい、そもそも国の払う間接強制金に課税するっていうこと自体がとても不当なことなんですね。はい、国がその判決、裁判所の命令を守らなくって、それが間接強制という制裁金を課せられるというのは、これは日本の、裁判史上初めてのことなんですよ。で、そうなもんだから、この間接強制金の課税問題どうするかっていうのは、法律には全く規定がないんですよね、想定していない。なるほど。で、想定していないから、課税が原則だと。いうことで国は来てるもんですから、こんな変な問題が起こってるんです。でも考えたらわかるんですけども、言うことを聞かないから間接強制金っていう制裁金課せられるわけでしょ、それ国が課せられてて、その裁判所が命じた間接強制金の金額の一部を税金で国が取り上げちゃう。で裁判所の決定を勝手に覆しちゃうことになるわけですから、これはとんでもない話なんです。本当ですよね。堀さんありがとうございました。大賀さん聞こえますか。聞こえます。すいません、なんかちょっと電話切れてしまったみたいで、はい、はい、じゃあこの後ちょうど佐賀県の知事の話になるんですけれども、4月23日に佐賀県の山口芳典知事が、林農水大臣と初めて会談して諫早湾の開門調査をの実施を要請したというニュースです。佐賀新聞によりますと、林農水大臣は開門義務と禁止義務の両方があり、どちらか一方の立場に立てない、最高裁の統一的な判断を求めていくという、従来からの見解を繰り返すだけだったということで、具体的な進展はなかったようです。この
山口知事は先日の佐賀県知事選で、漁協からの応援を得て当選したというふうに聞いてますけれども、佐賀県の漁業者として大賀さんはこのような県の動きをどのようにご覧になってますでしょうか。まあもしもし。はい、どうぞ。はい、まあ当然ならなられたから言ったと思うんですけども、相手に、しかしながら印象としてはまだよくなったばかりの記事なので、実際は感覚については理解をあまりまだしていらっしゃらないと知事は思うんですよね。知事がまだ理解してないと。はい、その証拠にまあ、もっとこまめに排水をしてくれとか要望を出されてみたいなんですけども、あそこは毎日10万トン出してますし、ポンプで、排水門ですね。はい、それをちょっとずつ出せというのは、まあ、ポンプを増設するっていうなら話は分かるんですけども、門を上げ下げによってするっていうのはちょっと無理だと思うんですね。あそこは10センチ水位を下げると150万トン出るということなんです。水位が 10センチ下がると、はい、だから門での調整とかは無理だと思うんですね。こまめに出してくれとかいう要望とかも、で、そういうこともまだ印象としてはまだ理解していないんじゃないかなとか思います。知事さんはなったばかりなので、まあ、そう言いましても有明海の周辺の4県で、まあ、こういうふうに積極的に開門について動いてくれるのは佐賀県だけなので、まあ、今後知事にしても長崎県にしても頑張っていただきたいなと思うところなんですけれども、はい、はいはい、というわけで、はい、最近のニュースを3本ほどご紹介いたしました。はいはい、この後は、七のグリーンウェーブスペシャルとしまして、諫早湾の締め切りから18年を迎えた、現状、諫早湾と有明海の今の様子などについて、大賀さん、堤さん、堀さんにさまざまなお話を伺っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまず、大賀さんからお話を伺おうと思います。大賀さんはこの番組の第3回に出演していただいた平方信清さんと同じ太良町大浦にお住まいなわけなんですけれども、平方さんは平木など魚介類の漁師さんでした。大賀さんは海苔養殖を中心にお仕事されているということなんですけれども、海苔養殖から見た大浦という場所はどんな場所なのかというのをまずお話しいただけますでしょうか。私の海苔漁場は、はい、大浦という場所で、ベタ漁場、浮き流し漁場が主なんですけども、はい、浮き流し漁場から北部排水門がまっすぐ見えます。直線距離ですると15キロぐらいですかね。はい、ですからやっぱり一番場所で諫早湾に近い海苔漁場ってことになりますかね。そうです、北部排水門には一番近い養殖場で、はい、佐賀県と長崎県の県境のところで、はい、海の県境のところでもの場所です。はい、それで、今年といいますか去年ですね、去年の秋から冬にかけての佐賀の南部の海苔養殖というのが大変厳しかったというふうに伺ってるんですけども、実際どんな状況だったのでしょう。今年、佐賀県の総水揚げが225億と去年よりも25億ぐらいアップしてるんですけども、はい、私たち佐賀県西部地区は去年よりも悪い状況ですね。佐賀県の南部って言わないで西部地区っていうんですね、大浦の方は。まあ、そうです、はい、まあ、大浦だけじゃなく鹿島も含めてですね、はい、ところで、まあ、大体佐賀県の海苔業者で言えば4分の1が不作だったという、少なくとも4分の1の業者は不作です。はい、だから秋芽は取れたんでしたよね。いや、秋芽も取れてないんです。秋芽も取れなかったんだ。去年は秋芽はまだ取れたんですよね。最初から色落ちで、こっちはちょっとダメだったんです。
だから一部の漁場を除き豊作だったというのはちょっとニュースなんかで聞いてるとちょっと違うだろうと、4分の1は不作だろうと、佐賀県でも、はい、そういう気がありますね。で、一番ひどい地区というのはちょっと七浦多良地区なんですけども、はい、はい、あ、まあ、まあ、ラムサー条約に鹿島の干潟が申請されて、はい、今度登録されますね。あ、この沖合漁場が一番乗り漁場としてはひどいですね、色落ちが。なるほど。12月28日に、27日に張り込みをして、うん、1月2日にはもう 色が落ちてしまいまして、それからずっと、もう、等級はあるんですけども、6等とか7等のりが。だいたいいくらぐらいなんですか？もう、まあ最初は7円、あとはもう5円とかいう感じですね。最初は、そういうぐらいの のりがずっと、冷凍期間中、2月20日が撤去したんですけども、僕は。はい。ずっと、色落ち、もう、6等7等6等などのもこの繰り返しで、うん、で2月20日にもう撤去して終わっちゃったんですか？もうあげましたもん、その網が。そうなんだ。じゃあ普通の人よりかも1ヶ月以上早くにもう終えちゃったって感じなんですね。普通の人っていうか他の地域よりか、まあ東部と比べればということですね。東部とか福岡とかあっちの方から比べると、でこの状況はもう今年だけじゃなくても、9年連続続いてるというのが問題で あるんですよ。そうですよ、塩田川のところね。たまたま今年が悪かったというのじゃなくて、ずっとこういう状態が10年間も続いてるということが問題であって、で、それが全く解決できないと。で、水産センターに聞くと、赤潮の発生は予測はできるけども、予防はできないと。なるほど。いつ発生するかはもうメカニズムとして分かってるけども、はい、予防することはできないと。ということで、まあ、毎年12月末、1月初めに、小潮の時に発生するということだけはもう分かってるんですけども、予想はできない。なんとかって赤潮が出るんですよね、アリストロナとかどこなの、うん、そうです。はできるんですけども、あれが、じゃあどう予防はできるかというと予防はできない、予測はできるけども予防はできないという状態がずっと続いている。開門したら予防になるんじゃないですかね。まあ一応漁業者内では、まあ伊佐屋は干拓によって、潮の流れが悪くなったと、と排水による影響じゃないかというこの2点がよく話題になります。やっぱりその塩気堤防締め切りの1997年より前は、大浦地区でノリがそんなことになることはなかったということですかね。もう あったとしても、それは何年にいっぺん、はい、というと、連続ということは、こんな気候がどんな条件でも、はい、気候条件が寒い冬だろうとも、暖かい冬だろうとも、気候条件は関係なく発生しているということが問題なんであって、うん、9年連続で続くというようなことは今までもう絶対なかったということですね。これはなんか構造上の問題があるとしか考えられないんですね。必然性があって出てるんであって、偶然の重なり合いで発生しているもんじゃないと。必然で以前はその証って出なかったんですよね。出たとしても早く拡散してと消えていたと。ああ、もう今ずっと停滞しちゃう感じ。そうです。1ヶ月近く。1ヶ月近く停滞して、その後、停滞するともう2月、3月のところ普通、まあ、よく出てくる大型プランクトンで終わってしまうんですけども。ああ、そうですね。よくもね。その3月とかに、2月末、3月に出るのはもうしょうがないと、はい、そうですよね、今毎年ね、そうですよね、そういうことで終わるんですから、ね、しかしながら一番乗りの時期、12月末、1月初めの、さあ、一番積みを積もうか、積むときに、色落ちだと、
という状況が9年間続いており、ちょっと、まあ、どんな状況かといえば、例えば、今年、柳川、佐賀県東部あたりは、1コマ、100万の水揚げがあったと、業者の方が聞きました。はい、1コマ100万ってことは、大体30コマぐらいも、誰も個人で持ってるんですけども、しかで、100万と。で、こっちの方は、1コマ20万ぐらいしかの、水揚げ上がってないという状況ですね。5分の1ってことですね。そうですね。まあ、いいところと比べると。やっぱりその佐賀 の東部と西部を比べたときに、やっぱり明らかに西部の方にこう赤潮が多発してるっていうことなんでしょうかね。そうです。で、それが西部地区の上下をずっと漂ってるという感じですね。上下というのは北と南の西部地区の北と南をこう行ったり来たり、その赤潮が拡散していかないような感じなんですか、その。そうです、ずっと。なるほど、はい、わかりました。はい、この辺の赤潮の研究については今日ゲストでお迎えした堤先生がまさに、これまでいろんな調査をされてきたわけなんですけれども、じゃあ堤先生にお話を伺っていきたいと思います。堤先生はこれまで有明海のこうした、研究に関わる前はどんな研究をされてていて、どんな経緯でこうした有明海の問題に関わるようになったんでしょうか。私本当の専門はね、はい、ヘドロの中にいる誤解の研究なんですよ。あ、なるほど。で、捕食場の下とか汚れてますからね、そういう汚れた環境の研究っていうのをやってたんですよね。はい、で、それから熊本に今の大学に就職して、熊本県やっぱり干潟がとっても、広大な干潟やっぱりありますからね。で、特に砂の佐賀県と違って砂の干潟でアサリとかハマグリとかいっぱいいるところなので、その研究やってたんですね。で、そのやっぱアサリがすごく少なくなってるっていうのを追っかけてたんですけど、あれ今でも覚えてますけど、1999年ですね、リゾソネアンプリカータの、が相当ほんと増えましたよね、はい、で、ノリが増えた時にですね、その色落ちしたい養殖のりを荒尾の海岸でちょうどアサリ研究してたんで、そこがのり漁場だったんで、それを目の当たりにしたんですよ。はい、これはいけないと思って、今度は干潟じゃなくて、その沖合のね、水質とかね、はい、何ってるかっていうのをこれやらないと、全部つながってますからっていう、それでちょっと意を決してですね、それからです赤潮も全部抑えてみようということで研究ですね。はい、荒尾っていうのはあれですよね、諫早湾の対岸になるわけですよね。ちょうど見えます、諫早湾の入り口がちょうど真ん前に海の反対側に見えますね、対岸に向こう上面の荒尾さんって感じですね。その1600、あそこが1600ヘクタールの干潟のどうですかね、半分ぐらい乗り漁場になるとかね、もう全部もうなんか色落ちして、石茶色みたいなのになって、あれ見たときにはショックだったですね。なるほど。有明海というのはいわゆる閉鎖性の海域でありながらも、これまで赤潮があまり発生しないということが特徴で、それがもう海苔やその魚介類の豊かな漁業生産につながっていたということだと思うんですけれども、その諫早湾が締め切られてから赤潮が大規模になってきて起こるようになったと。で、そのことをこうグラフで一目瞭然に明らかにされた研究かと私拝見したんですけれども、なかなかちょっとグラフをなしでお話をするの難しいかもしれないんですけど、その赤潮の大規模化っていうのはどういうシステムで起こるということなんでしょうか。ね、赤潮は日本の場合非常にその統計がしっかりしてるんですよね。はい、で、赤潮が起きたら何月から何月まで、何月何日から何月何日まで、どこどこの海域で最大面積何平方キロメートルでどういう種類の赤潮が発生したら全部記録に残るんですね。はい、で、1980年代はほとんど
赤潮、アリアカ起きてません。やっぱり90年代の後半ぐらいからなんですよね。うん、それで、ジオソニアインブルカータが、大繁殖したときには、まあ、私らももう何が起きたかわかんなくて、後を追っかけるだけだったんですけど、それからですね、観測体制をちゃんと敷いて、次の赤潮を待ったんですね。はい。だから、2002年に起きたんですよ。2002年の10月から12月にですね、大きな赤潮が起きて、海苔がまた色落ちして、有明海全体で生産量が2割ぐらい落ちたんですよね。はい。その時にですね、もう綺麗にデータ取れたんですよ。どこでどういうふうにして赤潮が起きてるのかっていうことですね。で、結局、大体荒尾ですね、熊本県の荒尾市、だから諫早湾のこう対岸ぐらいですよね。はい。そこから北側にですね、表層2メートルぐらいなんですね、赤潮の層が。綺麗ってるんです、はい。それが2ヶ月半ぐらい続いてたんですね。で、そこがとっても不思議なのは、我々の教科書的にはですね、沿岸海洋学みたいな教科書的にはですね、10月、11月、12月って循環期って言ってですね、はい、寒くなるんですよね、当然ね、九州でも、表面の水って空気の方が冷たくなるんで、全体的にこうさらされて縮んじゃうんですよね、はい、海の表面の水って、はい、そうすると縮むと重たくなるんで、下に沈むんですね。はい。暖かい水が上に上がってきたらよく混ざるんですよ。はい。で、循環期って言うんですけど、うん、みんなそうなってると思ってたんですよ。うん、なってなかったんです。なってないと、上に薄い水があって、塩分の低い水があるんですね。これ、清掃って言うんですけど、はいはい、水が、海水が軽いので、下に混ざらないんですね。下は重たい、海水が重たい。非常に安定ですよ。下が重たくて上が軽いっていうのはね。はいはい。で、なんでこんな軽いんだろうと思ったらですね、川から、特に筑後川から、要するに川の水が入ってるわけです。で、その水が混ざらなくて、混ざりにくくなってて、はい、上が軽くて下が重たい、安定的なこう構造が出来上がっていたわけですね。そういう不思議な現象がその時起きてましたね。で、この軽くなった水のところっていうのは 川の水ですから、川ってですね、いわゆる栄養塩ですね、窒素とかリンはですね、海の水ですね、もともと海の水、外からアリエッカ入ってきますけど、はい、それのだいたい30倍、ほとんど100倍ぐらい栄養があるんですよ。なるほど。だから、川から入ってくるのは不栄養なんですね。はい。で、有明海、外から有明海にこう入ってくるのは貧栄養、貧しいですね。ないんですよ。なるほど。で、それがうまくミックスされると中栄養なんですよね。そうすると、それは海苔がとってもいい状況なんです。はい。ところが、混ざってないんですよね。川から入ってきたものは外のまんま。で、海の水のまんま。そしたらですね、これ、表層はですね、日が当たりますから、植物プランクトンはどんどん増えるんですよ。はい。海苔にとって大変なことになりますね。というのが、その2002年で。なんでこんな風になったのっていうのをですね、その時からずっと言ってるんですね、はい。なんで混ざらなくなったのかっていうことなんですね。そうなんで、もうちょっと混ざれば、もともと不安定なんですよ。表面が温度下がってますからね。水物ですよね、まさにね。なるほど。うまいこと言います。ちょっと動かせば、すぐこう、ポロンと混ざるはずなのに、はい、全然混ざらないの。もう、やはり、業者の方がやっぱ締め切った後ですね、潮流が変化したとか、動き悪くなったっていうふうにずっと、幾度に言われてますよね。はい。まあ、そういうことしか考えられないですもんね、他に。なるほど。はい。で、地球温暖化のどの子の言ったりしていますけど、そんなん全然説明つかないですから。そうですね。竹広さんのところの塩田川のところもやっぱ混ざってないくてって、あれもしもし、はい、はい、もしもし、あれ、はい、竹広さんのところのもやっぱそうやって混ざらないでっていう感じなんですかね、塩田川のところも。ちょっとまあ、発生源のところの漁業者に聞くと、そこがぬるまになってると。ぬるま。ぬるま温度が高いんですか。
いや違う、あの潮が全く動かない、こう、よどんでるっていうのことですか。よどんでる、あ、ここが大体まず発生、そこでまず発生してるみたいな。前はよどんでなかったんですか。行ってなかったらしいんですけど、ちょっとまあ、相焼き会はちょっと西、こう、我々のところは、あの、西側は東側よりも潮流がもともと遅いんですね、あの、干潟だから、砂地が違って。そのために余計遅くなって発生しなかったんじゃないかなとか、ふうに、あの、考える人が多いですね、あの。え、栄養、あの、海苔養殖とかですね、はい、有明に入ってくる栄養の供給源、一番栄養入れてくれてるのは筑後川なんですよ。はい。はい、はい。筑後川がどんどん入ってくるので、有明の東側はですね、東側は、ね、栄養は割とこう、今でもよくいっぱい入ってくると思うんですよね。はい。で、あの、ある程度、あの、ところがその東側でですね、あの、我々の、あの、まあ、いろいろ調査結果考えると、東側も遅くなった。遅くなってる。西側が遅くなっている。はい、東側も、潮流が遅くなってて、そうするとですね、東側で全部排他栄養を使っちゃうんですよね。なるほど。西側に運ばれてこないですよね。遅くなってしまう。うん、多分東側は割と取れてると思う、海苔も。取れてますね。筑後川の河口に近い方ですね。だからそちらで取られてしまうと、西側の方には供給されませんよね。うん、西側は、まあ、栄養もいかないし、また赤潮も発生するしみたいな、こうダブルパンチみたいな感じですね。はい、はい、あの、それで、まあ、そういう、まあ、海がの水が層になってしまって、軽い上に乗っている水の中で赤潮が大規模に発生しているということ、それから、まあ、そういうことが混ざらないというのは、その有明海の潮流というものが遅くなっているのではないかということなんですけど、2002年のにあの短期の開門調査というのがありまして、まあ、その時あの堤先生が潮目を観測されたというのが私すごく印象に記憶に残ってるんですけども、それはどういう現象だったんでしょうか。あの諫早からですね、あの開けるのでこう淡水が一気にこう出ますよね、はい、そうするとそれって海の水より軽い水になるんですよ。海の水ってあの、はい、1030グラムぐらいあるんですよね、はい、淡水って1000グラムなんで、ね、はいはい、1リットル対30グラムかと思うかもしれませんけど、これの差ってもう水と油ぐらいに違うんですよね。あ、水と油ぐらい、はい、でそれがですね、あの短期開門調査された農水省はですね、うん、あの諫早湾外には何も影響しなかったってことしたんですよね。はい、でも、それって湾外、あの、調査してないんですよ。うん、だから、あで、その湾外に、こう、流されているところです。島原半島の岸沿いを出された水がずっと、あの、島原半島をこう巻き込むように外側まで繋がってるのを上からヘリで観測してるんですよね。はい、で、あの、薄い水と濃い水ってどうしても混ざらないので、境目ができるんですよね。潮目っていう。はい、だから、もうよくわかりますけど。で、その水をですね、現場に行って我々船で観測もしましたしね。あ、これが境か長い時期だよって。とすると、もう、あの、まあ、全長7キロの堤防なんですけれども、その本当の一部の水門を開けただけでも、かなり、その、有明海の流れっていうものが変化すると。そうですね、あの本当にね、不思議なんですけど、島原半島ってこう右カーブなんですよね。あの出ていく方からすると右カーブなんですね、はい、でそれが、ね、地球が自転してるのでね、あの岸沿いが一番潮流が速くなるんですよ、沖よりも島原半島の岸沿いが。なるほど。でそこの岸沿いにですね、諫早からの排水がこうすごくこう勢いよくこう取り巻くように、あの有明海の外までこう出ていくような、そういうなんか見えてるんですよね。はい、でそうするとですね、そこが流れができるから奥の水も引き込んじゃうんですよ。当然そこが速くなるということは、はい、そこだけ速くなるわけで、あの水でつながってますから、諫早から島原半島が速くなるのは当然奥の方が
早くなりますよね。あの出ていく方が引き込まれますよね。はい、と水のこう入れ替わりって絶対良くなるはず、ね。なるほど。逆に言うと、それが今はその諫早湾の中でやっぱり海水が停滞してしまってるっていうことなわけですね。我々現場でね、観測したらそういうふうに言うんだけど、はい、コンピューターシミュレーションなんですよ、今、流体力学、海洋学やる人たちは。コンピューターシミュレーションするとね、そんなものは一切出ないって言うんですよ。これでずっとね、我々あの、そういう沿岸海洋のね、あの潮流やる人たちと議論して、戦ってるんですよ、はい。それは本当にシミュレーションやると出ないのか出さないのか、あんまり目立たないに調整したりしてはいないんですかね。大丈夫なんですかね。私はシミュレーションの技術が低いんだと思ってます。あ、そんなに自然を理解して してない。でも今主流はそこなんですよ、学会の主流はね。なるほど。いや、そんなもん影響するはずがないですよ、論理的におかしいですよって言ってくるから、うん。なるほどね。はい、まあこうした堤さんの研究の成果が実はその有明海の環境再生を今審議している有明海評価委員会などではこうきちんと取り上げられていないという問題もあったりするわけなんですけどもね。ほとんど無視されてますよね。はい、それは杉並さんどう思われます？一番不都合な、これが真実だったら一番不都合な真実ですからね。なるほど。そうですよね。委員会はシミュレーションを根拠に開門する必要がないというような方向になりそうなんですけども、やはり開門することによっていろんなことが分かってくるんじゃないかと思うんですが、その辺はどう思うんですか？いや、だからね、私も全部私が言ってること 100% 正しいかどうかっていうのはね、まあ、私個人的に自信ありますけど、その他の人から見れば あなたがそうやって考えてるだけだというふうに言われるかもしれませんしね。ですが、みんなが納得するためにはですね、私たちも納得するためには開門調査してほしいんですよ。それでも分かる。開門を命じたですね、福岡高裁の判決では、堤先生のそういう清掃が強くなったから、やはりその赤潮貧酸素が発生するようになって漁業被害が発生してるんだって、そういうふうなことを認めてたと思うんですけど、そういう大前提というんですか、まだ 100% 分かんないかもしれないけど、多分かなりそんな可能性が高いと思うと、だからそれを開門して確認しなさいよという判決ですよね、あれは。そうですよね、はい、その辺堀さん。そうですね、堀さん、いや、そうです。これまでその読みがあり有明海訴訟では、堤先生をはじめ、まあ、心ある研究者の方々のそういう研究成果というものが証拠として、まあ、裁判所も認めてきたというようなことで勝利につながったんではないかと思うんですけども、いかがでしょうか、その辺は。ええ、いや、その通りで、これはもう裁判所の判決の用語ですけども、因果関係を認められるためには高度の蓋然性があるという評価ができるかどうかなんですね。でそういう点で、堤先生の議論なんかが貴重になって、まあ、この解説ありという、まあ、評価がされて、ああいう判決につながったというふうになります。じゃあ、ちょっと堀さんに少し裁判のことを伺っていきたいんですけれども、まあ、その、2010年12月の裁判での勝利から、まあ、もう4年半も経ってしまったと。そして、裁判所が命じた開門の期限からもすでに1年半経ってしまっている中で、はい、農水省はその開門に向けて積極的に動いていないというふうに見えるわけなんですけれども、この状況というものをどんなふうにご覧になってますか？これも日本の裁判史上初めてのことなんですね。国がとにかく確定した判決 の義務を履行しない、はい、なったもう全く初めてのことで、これに対して今、国の方は、いわゆる、開門に反対している現地の、まあ、つまり開門に不安を持っていらっしゃる人たちの、まあ、開門阻止、仮処分の、まあ、開門禁止、仮処分決定ですね。これをまあ、盾にとって、最高裁が統一的判断を下すまでは、開門できないんだ、というようなことで、まあ、開門を免れて、逃れようとしている、ということなんですね。はい裁判で勝った後もう今諫早湾干拓をめぐるさまざまな訴訟がこう続いていて、まあ、一般の人にはちょっとそれが分かりにくいなということもあるかと思うんですけれども、
まず一つは第二陣第三陣という訴訟が続いてますよね。もうすでに裁判に勝っているのにさらに裁判が続いているっていう、その第二陣第三陣の意味っていうのはどういうことなんでしょうか。二陣三陣の開門訴訟っていうのは、はい、まあ確定判決の開門が3年の待機だったわけですから、はい、我々はその段階的開門があれば即時の開門可能だという主張してましたので、まあ、即時開門を求めるために、まあ、そもそも起こしたものなんですね、はい。ところが今となっては、もう、時効期限の3年経過しましたから、即時開門なんですよね、本来は。はい、今残してるっていうのは、まあ、この裁判の中で、国と、それから我々と、開門に不安を持っていらっしゃる地元の方々が3社が集まって協議をということで位置づけてこれまで取り組んできました。はい、じゃ裁判をする進める中で、まあ、国や住民の皆さんとのこう、和解みたいなものを進めたいというそういった、まあ、意図なんでしょうかね。そうですね。我々は農業や防災と共存する開門というのは可能だという立場ですので、うん、まあ、ぜひ話し合いをしたいと。なかなか話し合いのテーブルにつくことがなかなか難しいという状況がありますから、まあ、裁判所っていう公平な第三者が温度を取りながら、話し合いを進めるっていうのが一番、まあ、公平で、しかもスムーズにいくんじゃないかというふうに考えた。はい。はい、今のが第二陣、第三陣と言われている訴訟ですね。はい。で、それから、あと、種類で分けると二つでしょうか。いわゆる、まあ、開門に反対する、干拓の営農者の方々の訴訟というのが一つありますよね。 それからもう一つは、この間接強制金をめぐっての国との、まあ、訴訟という二つがあるかと思うんですけども、ね、はい、これもちょっと簡単に今の状況を説明していただけますでしょうか。はい、最初の開門に反対されている方々の訴訟、それから仮処分とあるんですけれども、まあ、これは要するに開門されるといろいろ現状が変化して防災だとか、いわゆる農業だとか、あるいは一部の事業者の方もいらっしゃいますけれども、不安があるんじゃないかということで起こった裁判ですね。で、仮処分は、これは開門禁止の仮処分で認められました。実は我々これに利害関係人ということで、つまり、国が負けちゃいかんわけですから、我々は国のサポーターとして参加したわけですけれども、国は我々と立場が違うということで、我々の主張や、あるいは提出した訴訟を全部認めなかったわけです。で、サポートを受ける方が、サポートを受けたくないっていうことですから、我々の主張は切り捨てられて、開門したくない国と、開門させたくない、開門させた人だけで裁判が進んじゃった。ということで、ああいう決定が下りてしまいました。はい、これが開門訴訟ですね。極めて分かりにくいですね、本当ね。もったいないですね。でもう一つの、開門の間接強制をめぐるっていうのは、要するに国が、開門の確定判決を履行、守らないわけですから、要するに制裁金を課して履行させよう。これはまあ裁判所としては当然判決の権威を守るために、認めていくわけです。でこれに対して国がいろいろ、なんて言いますか、いや、開門しなくても合理性があるんだみたいなことを言ってますけども、これ本来通る議論じゃないんですよね。国に確定判決守らないっていうのはありえないんですが。だからこれはもうすべて全戦全勝でこれまで来てます。明日もこの請求異議訴訟の、審理があるということなんですね、はい。明日はどんな裁判になるんでしょうか、これは。明日は請求異議訴訟の高裁の第1回期日ですね。で請求異議訴訟っていうのは、本来確定判決っていうのは、例えばお金払えっていうその判決が確定して、して守らなかったら、給料差し押さえるだとかできるわけですけれども、はい、そういう強制力っていうのは本来確定判決持ってるんですね。ところが国が今言ってるのは、この開門の確定判決には強制力はないんだということで争ってるわけです。それがまあ、この請求、異議訴訟になるわけで、当然通るわけ、通るはずもない議論ですから、第一審の坂地裁は簡単にこれを、まあ、退けて、我々を勝訴になったわけです。それのまあ、高裁の第一回で、我々はもう高裁も審理することはないということで、第1回で決心をして、さっさと判決をくれということを主張しようと考えています。その国側は、間接強制のその制裁金を自分たち国としては認めてないくせに、
税金だけはしっかり取ろうとするっていうのはやっぱり変な話ですよね。とんでもない話ですよね。でまあその税金って言いますとね、皆さんあの自営業者の方たちが皆さん苦労されてると思うんですけれども、まあいろいろ手続きが煩雑ですし、しかもその所得税かかるとなると関連していろんなね、あの国交税だとかも関連して、はい、まあ調達されてきますからね。これ本当に単にお金の問題だけじゃなくって、いろんな意味での苦労をね、読みに課してしまう、配分しない苦労だけじゃなくって、自分たちが開けないっていう悪いことをやってるときに、漁民たちが当然の権利で間接強制をかけると、それに対して税金かけて、本当にとんでもない話が今、ですよね。実現を起こしてる。はい。はい、この後、弁護団としては、まあ、その国への開門をどのように迫っていくという方針で、何か展望のようなものはありますか？開門の確定判決っていうのは、これは裁判所としては絶対に守らせるという立場に、立つわけです。本来ですね。はい、それで間接強制も当然認めるということになって、先日はその、間接強制金を課しても、国は開門しないわけですから、その金額では足りないということで、これを2倍にする増額決定をしました。はい、1人1日1万円だったものを、1人1日2万円にしましたね。それでも守らないということだったと、要するに、お仕置きの程度が足りないって話になりますから、さらにその2倍にしたものを、まあ3倍、4倍にしていくということが繰り返されていくと思います。そうすると、これは税金を払うわけですから、国の方は当然、それでいいのかというような批判が起きてきます。はい、私たちはそういう、まあ国民的な議論、開門しないことによって、有明海の漁民の皆さん方が大変な苦労を知ってるっていう、その被害の問題と同時にですね、やっぱり、その国が、司法の判断を守らないっていう、まあ、三権分立の原則に反するようなね、そういう、まあ、唯我独尊的な、やり方をしていいのか、という面からも批判を強めていく中で、まあ、改善を進めていきたいというふうに思います。はい。わかりました。堀さん、すいません。開門阻止の、裁判の、仮処分の方の先行きっていうかですね、これを、食い止めるというか、ひっくり返さなきゃいけない話だと思うんですけど、はい、そちらの見込みっていうのはどうなんですかね、進行の。はい。次回でもう確定をして、その後判決っていう格好になってきますね。うん、なるほど。つい先、はい、3月に、この開門阻止の関係で、初任尋問がありました。はい。それで、農民の代表だとか、漁民の代表だとか、配偶地域の住民の代表だとか、まあ、つまり、その開門に反対する人々の代表が、はい、証券台に立ちました。我々これに対して反対尋問をやったんですけれども、極めて抽象的な不安で終始していると。うん、例えば、配偶地の住民の方がおっしゃったのは、昭和32年の伊勢屋大水害のことばっかりなんですね。言ってまたそれが出るんですね、本当に。で我々が反対尋問で、いや、水晶も昭和32年の、その大水害と、それから今回の監督事業全く無関係だと言ってるよと。うん、国交省もそれを前提に河川改修の事業だとかダム建設やってるよって言ったら、いや、それは知りませんみたいな話で終わったりと。うん、あるいは漁民の方たちですけれども、まあ、その、裁判、証言台に立った漁民の方っていうのは、今現在、牡蠣の養殖で、まあ、そこそこに安定した収入がある方なんですよね。うん、で、反対尋問で我々が、いや、今、そこの漁協が受けている補助金の金額よりも、そこの漁協の、水揚げ量っていうのは、低いじゃない。うん。いう話をしますとね、いや、それはその事実はその通りなんだ。うん。と認めてしまうだとか。うん。そういうふうな、反対尋問で、通常裁判だったら、これで到底、開門阻止訴訟が、阻止の皆さん方の思惑通りになるとは、思えないんですけれども。なるほど。こういう裁判ですから、まあ先行きどうなるかっていうのは。堀良一さんのお話の途中ですが、機材のトラブルで配信と録音が数分間中断してしまいました。誠に申し訳ありません。この後は大賀武博さんのお話の途中からの再生となります。産卵の場所が締め切ってあるから。ああ、はいはい。もう今、小肌がもう産卵しようと思ってずっと登ってきて、
伊佐原湾の中で産卵しようと思っても集まってきてるんですね、こう。でも中に入れないと。こういう状況で、その、この、一応潮の流れ、排水による影響などとかは、ちょっとシミュレーションだな、いやと意見がいろいろありますけども、少なくとも、魚の産卵場所がなくなったという事実は、物理的にもう、小学生でも分かる論理だと思うんですね。そうですよね。あの、うんうん、で、今その小肌がもう中に入っていこう、入っていこうとしてるのに、入れないと。うん、あそこは有明海の子宮と呼ばれたところで、うん、魚の大産卵場所がなくなってしまうと、やはり漁獲量が落ちてしまうということなんですね。うん、これは、ということで、もうその、少なくともこの点だけはもう、認めざるを得ないと思うんですよね。はい、物理的に地図でバッと埋め、そうですね、でそこのとこだけは、この問題に、で難しい持ってる人たちでも分かることだと思うんですよ、うん、やっぱり干潟がなくなったら魚も少なくなるっていうのはもう生物学というかね、一般常識と言っていいようなものですよね、うん、そうなんです、はい、だからそこら辺のことは、この点についてはもう誰でも簡単に分かると思うので、ここの点についても主張しておきたいというです、はい、はい、ありがとうございます、はい、堤先生から何か最後に一言ありますでしょうか。まあ、私らはもう党に開門されると思ってですね、それを前提に調査計画を全部組んで待ってたんですけど、はい、なかなかこれちょっと、まあ、普通にこうじれったい感じですね、はい、で肝心なところがこう立証できないっていうね、うん、まあもうとにかく早く、一日も早く開門調査をして開けてほしいなと。調査はこちら勝手にやりますから、部分開門でいいですから、もうそんな全開門じゃなくていいんで、うん、それだけでもいいから早くやってほしいという願いが高い、はい、堀さんはいかがでしょう、最後に何かありますか。はい、有明海の問題はその環境問題、それから漁民のやっぱ被害の問題、これがやっぱ中心の問題ですけれども、まあ、あえて弁護士からってことで言わせていただければ、もう一つ今、日本の民主主義の問題っていう観点から問題が提起されてるんですね。うん、やっぱり、判決で確定したものをですね、司法の、命令に、時の行政権力が従わずに、勝手なことをやっちゃう。というようなことを許していたら、一体日本の、政治体制の民主主義ってのは一体何なんだ。で最後に、国民がですね、裁判所を拠り所にして、で、なかなか今の裁判所難しいんですけれども、ようやく苦労してですね、研究者や、あるいは運動、市民運動なんかの支援を受けながらですね、調査をして確定をしても、それが実現をしない。という国は一体何なのかっていう、まあ、そういう民主主義の危機の問題としてもですね、このアレンカル問題っていうのをもう一回見直していただきたいというふうに思いますね。はい。ありがとうございました。はい、本当にゲストの方々にもっとお話を伺いたいんですけれども、また改めてご出演いただきたいと思います。はい、大賀さん、堤さん、堀さん、本日は貴重なお話をいろいろお聞かせいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。では、最後に番組に関する、ご案内です。この番組はこれからも毎月原則として第4日曜日の午後10時からニコニコ生放送で放送していきます。今後の放送スケジュールの告知などはツイッターで行っていますので、ツイッターのアカウント、@radioainet、RADIOAINET のフォローをぜひお願いします。番組宛にご意見や情報などもお寄せいただければ幸いです。それから、生放送を録音しました、音声を後日 YouTube の有明海漁民市民ネットワークのチャンネルにアップしていますので、聞き逃してしまった場合は、YouTube でぜひお聞きください。ポッドキャストでも配信していますので、iPhone などを使ってらっしゃる方は、ぜひ、iTunes の、ポッドキャストのコーナーで登録して、お聞きください。次の第6回の放送は、5月24日日曜日の、午後10時からの配信となります。またぜひお聞きいただきたいと思います。それでは、こんばんは、お聞きいただきましてどうもありがとうございました。出演者の皆さんどうもありがとうございました。